はい、今少し、石垣海岸から漕ぎ出しました。こういう感じになってますね。この真正面に見えるのが江ノ島ですね。それからこちらが、葉山、御用邸ですね。この前が御用邸になってますね。それからその横が県立の駐車場、県立駐車場ですね。それからこちらの方は、まあ正面が葉山のセンターですね。葉山のセンターです。それからこちらの方が一式の駐車場ですね。一式じゃなくてこれは長者ヶ崎ですけど、長者ヶ崎の駐車場があります。この正面が長者ヶ崎の駐車場。それから あそこはもう陸続きじゃないんだね。陸続きでないですが、その先に島がありますね。はいね、ここは初めての場所ですから、今日は、少し風の方もそうだね、材木材料もずっと少ないね、こちらの方がね。ずっと少ないですし、砂浜に第一、海藻類とかゴミが全く打ち上げられてない。これはあの流れの関係と思いますけどね。流れの関係で全く打ち上げられてませんね。はい、ああやっぱり新しい場所に開拓していくべきですね。ここからもう材木宝もね近いし、我々釣りバカコンビは30年この辺でやってますが、ほとんど 90% まあ近くの材木宝出て小壺とかその沖でやってますからね。まあこのあの辺が一番よく、年中釣れます。でどうしてもあの辺でだからやってるわけですが、この葉山の方もね本当にいい環境だから魚も結構多いと思いますよ。あ、いいな、あそこの岩礁の方を帰りに撮影してやろうかな。はい、ここに岩があるんだね。岩が見えちゃうんだね。岩があるな、あそこは。この正面に、岩が出てますね。